ハイランド。こんにちは、エリカです。ぼっちでも富士急ハイランドは楽しめるのか検証してみようと思います。富士山、世界を代表するクレイジーなアトラクションだ。それでは富士山に乗ってきます。すごい良かったです。マジで二度と乗りたくない。楽しかったです。次はまあお化け屋敷へと向かおうと思います。レッツゴー。お化け屋敷、舞台は廃墟となった病院。所要時間は40分程度で別料金で1000円らしいです。あ、お化け屋敷は怖いから入らなかったよ。コールジャパン。時速 80km で着水する巨大ボートだ。防水カッパは100円で購入できます。ちなみにエリカ乗ってきました。感想は、カッパ着ても風の勢いで、フードが取れちゃうので全身びしょ濡れになりましたけどね、楽しかったから10回ぐらい乗ったよ。流しますか。水系アトラクション。地上18メートルの激流下り、鍋に吸い込まれるように落下する。絶叫系苦手な方でも楽しめますよ。エリカ、流しますか。乗ってきました。気になる感想は、先ほどあれに乗ったんですけど、めっちゃ面白かったです。はい。流線があるんですか。ほらほら、すごい流線。富士急って流線あるんですか。すごいね。シャイニングフラワー。ちなみにエリカは透明な観覧車に乗りました。すごいね。結構高いとこまで来ました。すごいな。いやすごいね、すごい。結果、ぼっちでも富士急ハイランドは楽しめます。富士急ハイランドね、ぼっちで行ってると誰もいなかったです。私だけでした。けどね、めっちゃ楽しめた。バイチャー。自分山梨県2回目ですね。で、富士急ハイランドは初めてです。ドドンバ。世界ナンバーワンの加速力だ。時速 180km。 やばかったです。ご視聴ありがとうございました。次回の金曜日でお会いしましょう。それでは皆さんの幸せも今日も願ってます。バイチャー。